山梨の放送局 YBS ラジオでは3日午前11時から2時間特別番組「プチカシマと桜井和明のどこまでもプロ野球愛2024反省会」を生放送でオンエアする時事芸人として TBS ニュース23のコメンテーターとしても活躍しドキュメンタリー映画「新チームドンドンでは監督主演も務めたプチカシマ54と データの鬼で熱狂的 G 党の桜井和明アナ、52、が熱トークを展開。さらには新スイングで野球ファンのハートを射抜いたタレントの稲村亜美、28、も参戦し、激動の今シーズンを総括していく。同特番は今シーズンの開幕直前となる3月にも放送され、ペナントレースの順位予想について激論が交わされたが、今回はその答え合わせを行う。 さらには10月24日に行われたドラフト会議について注目選手を語り合うドラフト会議反省会、今期の印象に残ったあのシーンあの選手など、それぞれの思い入れを披露しながら自由気ままにトークしていく。同特番はもともと TK と桜井アナが18年3月に特番平成プロ野球列伝を放送。好評につき19年3月。 プチカシマと桜井和明のどこまでもプロ野球愛として再編成したところ、あまりの熱量に山梨ローカルの枠を超え、ラジコのエリアフリー機能で聴取した全国のプロ野球ファンから絶賛の声が SNS 上に飛び交う事態となった。今回も凄す,すぎる熱量は不変。全国のプロ野球ファン必調の番組となりそうだ。スポーツ報知の加藤博史編集委員、50、も当日は甲府のスタジオに入り、 ゲスト出演する。12球団を問わずプロ野球を愛する人々にとって心が躍る2時間となることは必死だ。